ざいます。おはようございます。やってまいりました。今日もミッチーチャンネル。はい、今日ミッチーチャンネル。今日はちょっとあの何やっとんよお前何やっとんお前今日このあの、はい、なんていうんですかね、首振り手すり、まあ、スイング、はい、スイングっていう、まあ、この材料のちょっと紹介していこうかなと思って、はい、レビューですね。あんまり見たことないですね。はい、今日初のレビューなんで、はい、僕も初だろ。はい、初なんでちょっと頑張ります。初なんでちょっと頑張ります。大丈夫大丈夫ですか。あ、おかで、一応この普段の足場材っていうのはもうまっすぐじゃないですか。こう決まって直線で、この寸法が違うだけで1200、900とか1800とか。でもこのスイング首振り手すりだと、はい、誰あれ誰社長です。あ、社長、あ、社長だ、社長、社長だった、ごめんごめん、社長さん。はい、スタート。はい、スタート。こっちちょっと映せます、カメラ。こっちはあの角からもう壁がもうまっすぐなんですよ。そうですね、まっすぐに。まっすぐなもんで、このもう一応手すりでバーってまっすぐ組んでこれるんですけど、ただその壁が斜めになっとる時とかあるんですよ。うん、斜めってあれだろ、だ結構バチっとるもんで。そうです。この直線じゃなくてこう45度になったりとか、はいはいはい、角度がついて、そうです、角度がちょっとついちゃった時ですか、はい、もう普通の家ってもう大体90度なんですけど、はい、90度じゃなくて直角じゃなくて、やっぱ角度がつく時、はいはい、斜めにする時だろ。そうです。で、そういう斜めになっとる時とかまっすぐ踏んでくると、はい、離れがどんどんでかくなったりちっちゃくなったりするんですよ。はいはい。なので、そういう時に出るのがこれですね。これは何、通称お前らの中で何て言うの。これですか。スイング、スイングですね。スイングという、はい、スイング、はい、スイングからのスイングからの社長です。社長ちゃんと投げるけど、ちゃんと、うん、打ち込んでるけど、ちゃんと、これハンマーやったっすね。うん、ちゃんと打ち込んでる。オッケーちゃんと打ち込んだ。オッケーオッケー。で、実際にでこれは打ったらこう動くんですよ。あ、動いてますね。で、その壁の側面に向かってこうやって合わせれるもんで、あ、その壁の側面に向かってまっすぐ組んでこうくれるんですよね。斜めのところも離れちゃんときちっと合わせてまっすぐストレートに組んでる。そういうアイテムもあるんですね。そうす、めったに使わないですけど、もう家が斜めの時ぐらいに使うぐらいだよね。もう基本的にもうあんまりこういうのって、基本的にもう家って大体もう直角なんで、そうですね、使わない、こういうの使わないですけど。ただ もともとあのクランプってあるんですよ。これが僕ら昔なかったんですよ。はい。でもなかった時はこのクランプを抱かして、あ、こっちに柱を止めて、はい、壁に向かっていく感じですかね。あ、これと一緒の感じですかね、はい、動くんで。もう今もこの打ち込みで、久々のやつで打ち込みでできるようになったんで、もうすごい時間も短縮できるので楽になった。どっちかというとこれ1個より、まあ、こっちの方が安いですけどね、はいはい、どっちかというと。ただまあ時間の速さを考えるとこっちの方が全然速いですね。あ、これで角度がつくんですね。めちゃくちゃ抜けやすいんだと、なかなか。で、ここの斜めがまっすぐにいけるという、はい、実際こういう風に使われるんですね。そうっすか。起きてて、で、ここはちょっと見ると分かるんですけど、斜めってるんですよ。斜めなんですよね。こういうところも簡単にこうやって打ち込むだけで、はい、従来だと本当にさっき言ったようにクランプね、はいはい、つなげてこういう風にひねってやったんですよ。今こういうなんか便利なものがあるんで、すごい作業も短縮できるようになります。ああ、便利ですね。で今こういうのがあるもんで、だいぶもうこういうなんか斜めになってる家も楽にできますけど、
それだけ。そうですね。あ、今日の紹介これだけ。今日はこれだけです。今日これだけ。次回は、次回かかるの。次回こういうのを説明したいの。次回は乞うご期待で。乞うご期待で。乞うご期待で。お前期待する方出てねえがよ。一応今日はそれでスイングの紹介で、まあどうですか、みんなためになったんですかね。どうしよう。やっとお前締めやぞお前。これ最後、あ、そのことっす。社長までやっとるかお前。締めれへんがよお前。そんなにまあ一応今日このスイングの紹介でした。また見てね。マジなんかモデルみたいやん。モデルみたいやん。待って待って、ちょっと動画入るじゃん。喋らんと面白いことできるから。喋らんと面白いわお前。客なんだけどお前。喋らずにそんな面白いやつどうしよう。起きちゃった。起きちゃった。